あんまり舐めないでください。いいに決まってる。受けて立とうじゃない、おい、そこ椅子置くところ違うよ。香織先輩北宇治行くよ。口先だけのスローガンなら誰でもできる。結局ミソレの演奏はずっと望みのためにあったんだね。ごめん、遊ばせ。おい、何すんの。さあ、どうなんだろうね、後輩。新部長が心配だからに決まってるでしょ。すごいいい音ですね。先輩かわいい、マジエンジェル。そこ邪魔なんですけど。だから、笑って。地上に舞い降りたエンジェル。続いて、副部長の選出です。で、どこまで立ち聞きしてたの。どう見ても嫌がらせなんですけど。夏希が優しくしてくるよ。逃げようとしたってダメ。こらー。ねえ、お盆休み暇？一緒にやらない？望みには勝てないんだな。一年も一緒にいたのに。バカ！あんたマジでバカじゃないの。人のこと指ささないでほしいんですけど。部長に指名されました。別に、ただ今戻ってきたら部が混乱するかなって。本気なの？先輩たち何考えてるのよ。まあそこがみぞれのいいとこなんだけどさ。みぞれ、みぞれ、みぞれ、もう何やってんのよ、心配かけて。迷惑でしょ。もしかして慰めてくれてる。やばい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 。ゆうこ、吉川優子です。来年金賞取るよ。リコ、もうちょっと耐えられない？レッツチュー。私たちはあの瞬間最高の演奏をした。